本日は GQ メインオブザイヤー2019スペシャルパーティーへようこそ。アイデンティティが揺らいでるんです。男らしさって何なの、どういう男らしさだったら僕たちはハッピー、そういうことを頭に入れながら今年活躍した人たちに来ていただきました。皆さんにいい影響を与えられたので、この賞を僕がいただけると思っているので、チームメイト、スタッフにありがとうございますと言いたいです。いいチームメイトで素晴らしい、嬉しい、よろしくお願いします。これからももっともっと上を目指せるように、精一杯頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。実際に本当にこの賞をいただけて、夢が叶って超エモいなと思うことができたので、本当にありがとうございます。来年の2020年の東京オリンピックに向けて頑張りたいと思うので、みんなの応援をよろしくお願いします。男の憧れみたいなところがあったんです。だからこのような素敵な賞をいただけて嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しくっていうのがね、キーワードだと思うんです。いろんなことありますけど、やっぱり楽しく、1年間過ごしてることでね、僕はこの賞をいただけたんじゃないかと思うんですね。本当にどうも今日はありがとうございました。だからもう嬉しいですね、この賞をいただけまして、はい、こういう漫才師ですから我々。せいやさん、はい、不安になったらこっち見てやめてください。吉村さん、劇場とちょっと雰囲気が違うんで。違いますから、はい、堂々と歩んでください、はい、ありがとうございます。嬉しいです、やりました。どうもありがとうございます。 GQ メインオブザイヤーを取らせていただきました、ムロ GQ でございます。ムロ GQ、 こういう賞を取らせていただいて、皆さんの前に立たせていただくこと、本当に光栄に思います。本当にありがとうございます。本当にこんな賞をいただけるなんて思っておりませんでした。ゲストの方たちとか皆様にお会いできて、自分自身も楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。